はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちら極限追加されるブロリーさんを使っていきたいと思います。まあちょっと初見で見た感想言っていい？なんかさ、運営ブロリー嫌いなだ。なんかさ、軽減率がさほぼ変わってないもんね。まあ、ダメージ軽減18%が 26% になって、でこの純粋サイヤ人の時は変わんないでしょ。で孫悟空がいるとさらに 18% 軽減。いや局所的すぎるって。それならもうせめてさ、この純粋サイヤ人がいる時は 26% 軽減プラス、それだったらまだね許せた。うん、純粋根血だったらまあまあまあいるじゃん、いるじゃん結構いるし、まあ無限上昇持ってるからやれるんだけど、 18% ね。しかも孫悟空限定 18%。 孫悟空いる時はもう 40% ぐらいプラスでもいいよ、もうそんぐらいでいいよマジで。なんか微妙なんだよね。お松がマジでやったね思い入れ極限の仲間入りです。まあ仲間入りとまではいかなくても片足突っ込んでるよねで無限上昇もさ、なんかアタックだけ大幅にしてディフェンスは通常っていう、もう何を学んだんだお前お松、お前は一体過去の極限から何を学んだんだって感じだけど、まあとりあえずね、今の段階でスペクタルのベジータ挑んでいきたいと思います。まあ激ボスがね、まずリーダーがいねんだよリーダーいねんだよ。そうだからちょっとこのブロリー当てたいんだけどね。うん、楽しい性能してるんだけど、まあ、個人的にはやっぱこのスーパーブロリーのがね、あれは好き。性能というか動きは好きフィールドも強いしね、やっぱこいつの方が好きなんだけど、やっぱこいつもね、あの激ボスリーダーがいなすぎるんでちょっと狙いますよ。まあ、ここまでいったらもう天井まで引く勢いで行ってみたいと思いますといった感じで、まあどんぐらい入れるのかね、挑戦していきたいと思います。いやーでもちょっと本当にブロリー3凸だったからさ、結構なえてる割となえてる。で、あ、登場陣室飛ばしちゃってるけど、オッケー、ブロリーは後ろに来てくれたから次で見れるね。いやーでもほんと悲しいよ俺は。お松なんでなんだなんでこうなっちまったんだお松、誰が悪いんだ一体。誰も悪くないのかこれは。インフレを求めすぎた我々が悪いのか。でももうちょっとインパクト欲しいじゃん、夏フェスなんだから。ほらブロリー君も慣れて避けなかったじゃん。夏フェスなんだからさ、大型なんだからいいじゃん。ちょっと前にさ、ビーデルがこけたんだからビーデルこけたんだからさ、もうちょっと真心込めてくれてもいいんだけどなといった感じで、でオッペイビーム打って食らってで1000万いいね。まあこいつ超必殺打ちやすいからな普通に。オッケー、でアタック無限上昇と、でオッケー、強すぎ。まあこの連打があるからな、しかもでターレスさん大丈夫かな。おっとここか、まあ大丈夫でしょう。行動後全属性ガード、オッケー。で1200万。まあこいつも強いね、ブロリーじゃないターレス無凸だからな、これ。しかも、リンクも、言うてまだ全然上げてないんだよね。なのに1200万出して、690万。まあ、インフレ耐性は、そこそこだけど。いや、こいつ結構好きだな、凸りてえな。で、77、580と。まあ、苦手属性だけど、問題なしと。それではお見せしましょう。私の新たなる進化を。おう。おわやばい、ドラゴンボールヒーローズナンバーワンカードやん。いやマジヒーローズもね、差し前はお世話になったけど、こいつに差し発表前はね本当に強かったからな。でおいね、この BGM マジ神だわ。でこのパラガスの、新パラガスの声も好き。いやマジでいいで、ね、めちゃめちゃ好きだわこのシンパラガスの声も、結構合ってるよね。うん、でまあここはとりあえず戦う意思を見せずに行きましょうと。ブロリーさんどうですか、耐えられますかね。16万、先手必殺の方が嬉しいんだけどな。まあここで打ってこないのかな、打って、あーやばい。で270万弱。この筋肉は一体どこに使ってるんだって感じかなここの筋肉は一体何の火力に使ってるんだ。
で、ペチペチ50万。お前本当に、その筋肉はなんだ？まあ、岩盤こっちで使っちゃったのがね、もったいなかったよね。LR のブロリーで使ってほしかった感はあるけど、9万。ま、これが多分ね、いやでもこれでもきついよな。極限してもこれ、最新ステージとかで言ったら、割と死ぬと思うんだよね。で、そろそろ悟空系のステージも出てきそうだから、そうなってくるともうブロリーさん、見る目もないんだよね。今、長兄メインだからさ、まだ参るかもしんないけど、なんだかなーっていう。もうクーラさんも笑うしかないからな。で、ここ割とやべえ。倒せるか。超回復して、まあどうせブロリーで倒せるでしょう。で、確定回避、美味しいからの、地雷ビーム2500万、強すぎ。で、裏剣ぶち込んで、で、おっぱいビームが1500万の会心出しの1600万。で、マジ殴りして、で、おっぺいビームぶち込んで、で、900万。まあ、さすがに大事で倒せるでしょう。まあ、地のブロリ、せめてディフェンスが大幅無限上昇だったらなーっていう、惜しさはある。大幅無限上昇系で経験持ちだったら、まだやれると思うんだよ。先にアイテム使って、ね、どんどんバン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 上げてって。ディフェンス無限上昇だとそんな上がんねえかなー言うて。じゃあ、ここブロリになってもらえますか。ここの口裂けてるし、マジ描写いいよな。で、おお強そう、こっちは強そう。で、ちょっとどうしようかな。真ん中、まあ得意属性だから大丈夫だと思うけど、一応アイテム使っていくか。ターレスも危ねえもんな言うて。で、ターレスさんは OK、 これで会心でしょ。で、先手は大丈夫と。で、ブロー君1990万。まあ、演出は神で、全体必殺ぶち込んでペチペチして、ペチペチその筋肉は何のためについてんだお前は。で、310万。すまじ、この筋肉は一体どこに使ってるんだこの筋肉の量はどこに比例して大きくなってるんだお前は。で、ペチペチしてペチいや、ペチペチコンビ、ペチリーがペチリーコンビだな。で、おっと、まあ、得意属性、まあ、アイテム使えばインフレ耐性はあるけど、うまく耐えるでしょ。おお、全然ダメだったマジか。で、990万。で、ひざまずいて命乞いをすれば仲間にしてくれるそうですと。俺だったらもう問答無用でひざまずいて新生児の身を、ね、おこぼれもらうわこいつらまで一口食って捨てるからな一口食ったのを頑張って探し当ててむさぼり食って強くなるわで、いいね、全然何も見えねえけど。で、いいね、ブロリー君も変身できるんで変身してもらいましょうと。わーお、まあ、変身シーンはやっぱ Z の方が好きだけどね。まあ、こっちの変身はどっちかといえばね、あのスーパーサイジンがメインだったからな。スーパーブロリー化はあんまりね、あんまりなんか一瞬で変身したからなんか思い出ないんだけどZ のブロリーの演出はマジ神だからな。で、まあ、ちょっと後ろ危ねえけど一発だったら大丈夫でしょう。で、フリーザ様はまだ軽減率が 70% の 60% か 60% 残って 40% 軽減してるんで問題なしと。で、900万強。あのブロリーフィールドがね強いんだよね。しかもフィールドキャラバンバン増えんのもあれだけどフィールドって強いかな。上書き、ああ、そういえばなんかさ、ブロリー実装前はさ、もしかしたらあのフィールド上書きするブロリー、
出るんじゃねえかみたいに言われてたけど、全然そんなことなかったな。全然そんなことなかったわ。誰だよ、上書きできるって言ったやつ。2000万強すぎ。1突虹じゃないよ。で、会心出さないけど1400万。まあ、こっちは必殺をもうほぼ確定で打つのが強いよな。技ブロリー君はまあたまにミスるからな。で、OK、会心出して倒しちゃダメだよ。今日の主役はあの地属性のハジブロリーなんだから。やばいやばい、新ブロリーがやっぱ強すぎるわ。新ブロリー強すぎるんだよな。で、OK、とりあえず残しといてくれたと。まあこいつはワンパンされることはないでしょう。で、気弾ばらまいて、おチライちゃんかわいい。で、OK、 で、ポットも破壊できるけど、あブロリーがあれなんだっけ、条件必殺の発動か4回か。お前ペチッとかお前ミスったかな。お前3突してるのになんだ。あ、そらあんま上げてねえんだ。極限用に残しといたんだ、忘れてた。んー、まあしゃあなし。まあじゃあブロリーのパラガスを潰してもらいましょう。どこへ行くんだ。 お前と一緒に避難する準備だ。いやマジ、この新聞ブロリー、新パラガスのさ声ほんと好きだわ。で、このブロリーのね、あのアニメというか映画とちょっと違うボイス感好き。おじいちゃんが出してる声ではない。ここ26万だもんな。まあ、こ無限上昇大幅で良かった気がするけどな。まあ、とりあえず主役はこっちなんだよな。任せてみる。いや、どうせ耐えらんねえからな。どうせ耐えらんねえからこうするわ。まあ、このブロリーやっぱ強いっちゃ強いんだけどね。2800万。で、大幅無限上昇だもんな。強すぎ。で、多いね。あー、ファンサービス助かる。まあ、ちょっとまあ心配だけど心配だけど、まあ激ボスにブロリーの相方として無条件ぶち込めるのは強いかもね。まあ言うてはあの即属性ブロリーもいいんだけどね、フレンドと2人で使う場合はね、どっちかはぶれちゃうから。まあ両方ブロリー入れられるのはいいのかもしんないといった感じですね。はい。以上です。終わります。あと11個でね、引けんだよ。あと11個貯めるんだよ、頑張って。もうそろそろ引きたい、マジで。なんやかんやで結構貯めたぞ、飛行118個。で、こっち60個、まあ、200連ぐらい引いて目玉ゼロ。泣くって。割と泣くって。はい、というわけで終わりにしたいと思います。まあ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 、でも使ってみないとわかんねえ。やってみなきゃわかんねえということでね、終わりにしたいと思います。はい、ではまた。